こんにちは、パイモン、旅人。王冠はもうできたのか？うん、今ジュリア夫人を待ってる。まだ来てないから。じゃあもうちょっと待とう。それか直接探しに行くか。遠いわけじゃないし、ジュリア夫人の家はあそこの丘の上だよな。おーい、旅人、話してたらちょうど来たな。やっと見つけた。二人が無事で本当に良かった。え、デラロッシュどうしたんだ？オイラたちに何か用か？何か用ってトルクシーのことに決まってるじゃない。あの恐ろしい水妖、あの日あなたたちに依頼した後不安になったから水の中に入っていた子供についてまた聞いて回ったんだ。その件ならもう調査してはっきり分かったぞ。それはフレミネだ。魚群もこいつのせいでびっくりして逃げちゃったんだよ。安心しろよ、オイラたちが仕事を終わらせたら魚群を戻すからさ。ごめん、僕は潜水士なんだ。え、フレミネ潜水士？いやいや違うよ、私が聞いたのはそうじゃない。聞いたところ1ヶ月くらい前にある子供が体中に重たい貝殻を巻きつけてこの水の中に入っていったんだって。そして二度と戻らなかった。これは絶対水妖が惑わしたせいだよ。え？何か間違えてないか？本当の本当だって。何人かの優秀な漁師にも聞いたんだよ。その子は8歳で名前はレスコ、レスコ・ドストレ。待って、レスコ・ドストレ、そう、その名前。どうやら祖先がストレという地方から引っ越してきた一族みたい。母親はちょっとばかり名の知れた画商で父親は早くに亡くなったらしいよ。そんなことがあってから母親はかなりのショックを受け病気で起き上がれなくなったみたい。今はもうフォンテーヌ邸を離れたらしく、どこへ行ったかはわからないんだ。まさかレスコードストレ、ジュリアドストレ、そんな偶然があるわけないよな。お姉さんごめんなさい、僕たちは用があってもう行かなきゃいけないから。ああ、うん、わかった。ちょっと様子を見に来ただけだから無事ならいいんだ。じゃあ私も帰るね。くれぐれも安全に気をつけてね。誰だ？部屋には静養中の患者がいる。用がなければ帰ってくれ。ここはジュリア・ドストレの家だ。私はそのかかりつけ医のジャラーカン。さっきの質問はどういう意味だ？他に誰が病気だというのだ？ジュリア夫人の子供だろ？ジュリア夫人が自分で言ったんだ。子供が孤独病を患ったって。間違ってはない。レスコー坊ちゃんも確かに孤独病を患ったことがある。しかし、まあいい、とにかく坊ちゃんはもういない。今孤独病は奥様の身を蝕んでいる。あなたたちは奥様の友人か？なるほど、気晴らしがしたいと言っていたこの数日間はあなたたちと一緒だったんだな。つまり本当に制御不能型幻想に陥っていたのはジュリア夫人自身だったってこと？だから子供はまだ生きてると。そうだ、坊ちゃんが亡くなった日
奥様はちょうど合点の準備をしていた。それは坊ちゃんのために用意していたのだが、準備のせいで奥様は坊ちゃんの最後の姿を見ることができなかったんだ。それが心のわだかまりとなったのか、あるいは旦那様が急逝した時、孤独病の種がこの家系に埋められたのか。まずは坊ちゃん、次に奥様と。そんな、でもジュリア夫人は何もかも良さそうに見えたぞ。すごく楽しそうに笑ってたし、ポジティブでいるようにってオイラたちに。それがまさに幻想と現実を混同させている症状だ。じゃあオイラたちに話してくれた子供についてのことは全部嘘だったのか？いや、本当のことだろう。ただそれは坊ちゃんが亡くなる前の出来事で、奥様の時間はずっとそこで止まっているということだ。だからその後、子供がまだ生きている幻想の世界を作り出して、一生懸命子供の病を治そうと僕たちを訪ねてきた。ここ最近は気分がいいようで、気晴らしをして帰ってきた時にはいつも鼻歌を歌ってる。それに幻想を導き孤独病を緩和させる方法について私と積極的に話し合ったりしてたんだ。昨晩までは奥様は坊ちゃんの遺品を一晩中眺めていた。遺言が刻まれた貝殻を見つけてから再び打ちのめされてしまった。奥様に鎮静剤を出したから今は休んでいる。じゃあどうしたらいいんだ？何か手伝えることはあるか？早くジュリア夫人を助けてやろうぜ。焦らないでパイモン。これは確かに悲しい知らせだけど、今は冷静にならないと。どうしよう、早く方法を考えないと。昔のハウス・オブ・ハースのことを思い出してみよう。子供たちや患者さんたち、そしてお医者さん。あ、そうだ、ジャラーカンさん、絵本を見ませんでしたか？ジュリア夫人が持って帰ってきたはずです。坊主、奥様が言っていた幻想を導く方法を試すのか。分かった、すぐに取ってくる。間違いない、これだ。そう、ジャラーカンさんの話によれば、僕たちの冒険はきっと夫人の役に立つはずだ。だからこれを完成させるべきだと思う。ジュリア夫人に見せてあげないと。お子さんがあの世界でハッピーエンドを迎えたことを。でもこれじゃあもっと現実を受け入れられなくなるんじゃないか？現実を受け入れる前にまず現実と向き合わなければならない。奥様は絶望的な感情に押しつぶされ、現実を見る勇気がないんだ。まずはこの状態から抜け出す手助けをするべきだ。うん、今日までトルクシーンの不思議な冒険はジュリア夫人のお子さんを助けるためだと思っていたけど、ジュリア夫人自身を救うためのものだったんだと今では思うよ。これを完成させたらジュリア夫人にとっての慰めと励ましになるだろう。そうすれば多少は現実を直視する勇気が出てくるかもしれない。善は急げ、今すぐ出発しよう。旅の最終章だ。でも一番肝心な人がいない。みんなそう重くならないで。ジュリア夫人も言っていた。僕たちが落ち込んでいたら
患者さんもめいっちゃうって。そうだ、オイラも笑わないと。ジュリア夫人には笑ってほしいからな。笑顔でこの冒険を完成させないとだな。そうすればジュリア夫人もきっと良くなるよな。うん、きっと良くなる。勇者たち気をつけろ。今やってきたのは王冠を奪い去った悪い敵だぞ。こいつらは毒眼海坊主だ。叩き潰せ。ここだよ、風だ。僕を讃えよ、歌え。僕の名のもとに、はい、チーム毒眼よ。フィルス、お別れの時間。みんな気をつけて、また来たよ。怖がることはないぞ。今日の王子殿下は前よりも強そうだ。きっと全力を出してるんだな。一緒に遊ぼうよ。逃げようなんて思わないで。お披露目だ、世界の熱狂の渦に。シャルロットが補導します。キャンパ到来。そうそう、開始。これが最後の敵だよな。王子殿下、オイラたちがお前の王冠を絶対に取り返してやるからな。はっ、風だ。僕を称えよ、光り輝くがいい。逃げ道はあります。お別れの時間。回って、せい。ごめんなさい、そろそろ行かなければいけないわ。友達と約束しているのに、もう随分と遅刻しているの。奥様、お体が。私を止めないで。今日はトルクシーを治療する一番大事な日。幻想を導く方法を使うの。あなたも効果があると思うでしょ。そうよね。奥様、あなたを止めているわけではありません。ただ、坊ちゃんのお名前は？ジャラーカン先生、患者の名前を忘れるなんて。名前はトルクシーよ。水曜王国の王子よ。今日、その王冠を取り戻して戴冠式を行ってあげるんだから。奥様、安心してください。大丈夫ですよ。あなたの友人たちはすでに出発しています。待って、ほら、もう帰ってきましたよ。ジュリア夫人、ジュリア夫人、オイラたち王冠を取り戻してきたぞ。パイモン、みんな、それは本当？はい、王子の戴冠式はまだできていませんが、夫人、あなたが行うべきだと思います。よかった、よかった、トルクシー。かわいい子、私の子、聞こえる？全部戻ってくるわ。もう孤独にならなくて済むのよ。そして絵本の最後の1ページも、夫人、あなたが完成させるべきことです。そう、絵本も。でも私、絵本の最後に何を書いたらいいかわからない。トルクシーとオイラたちがわかってるぞ。早く準備しろよ。オイラたちが話すから夫人が書いてくれ。ここ。ついにトルクシーと勇者の仲間たちは力を合わせて魔物たちをかっこよく撃退し、見事な勝利を手に入れた後、王冠を奪い返した。故郷に帰った水曜たちは歓声を上げながら王子を迎え入れた。みんなは再び貴重な貝殻を取り出して、かつての虹の架け橋を作り上げた。王子はこの光景を見て、おお、なんて素晴らしいんだと心の中でつぶやいた。王子は感動しながら虹の架け橋の上を歩き、一緒にここまで来てくれた
仲間たちを見つめる。旅人や女神パイモン、フレミネ、そしてあれ？もう一人は？と王子は四方八方を見回したが、その姿は見つからなかった。すると突如その人が橋の向こう側に現れる。彼女は微笑みながら歩いてきて、その仮面を外した。王子は思わず涙を流した。なぜなら一緒に付き添ってくれたこの謎の人物は自分のお母さんだと分かったからだ。ジュリア夫人は歩み寄り、王冠を王子の頭にかぶせた。そして微笑みながらこう語りかけた。我が子よ、我が国王よ、もう永遠に孤独を感じる必要はないのよ、と。ジュリア夫人、これが最後の物語だ。ありがとう、ありがとう、みんな。かわいい子、どうかお母さんに謝らせて。お母さんはもっと一緒にいてあげるべきだったわ。聞こえる？もう孤独を感じる必要はないのよ。お母さんも。どういうことだ？ジュリア夫人はトロクシーと話してるのか？早く僕の潜水用ヘルメットをかぶって。その中にはトルクシーの信号コードを翻訳するモジュールが搭載されてるから、それでトルクシーの話を理解できるはずだ。僕の方がもっと愛してるよ、お母さん。どうしたの？何が見えたの？お母さん、僕は少し眠いよ。もう寝る時間だから、また子守歌を歌ってくれる？いい子ね。もちろんよ。聞きたければずっとずっと歌ってあげるわ。ありがとうお母さん。僕、お母さんの子守歌が一番好きなんだ。これで夢の中に、水曜王国に安心して戻れるよ。この子ったら。忘れないで、お母さんはずっとあなたを愛しているわ。そうね、ここから水曜王国までの距離くらい。忘れないよ、お母さんも覚えていて。僕がお母さんのこと大好きだってこと。ここから水曜王国に行って帰ってくるくらい。お母さん、おやすみなさい。旅人、パイモン、来てくれたんだね。フレミネ、こんな急いでオイラたちを呼ぶってことは、何かジュリア夫人に関する知らせがあったのか？いい知らせじゃないとオイラは聞かないぞ。安心して、いい知らせだよ。さっきお医者さんの付き添いのもと夫人が来てくれたんだ。顔色も良くて元気そうだったよ。町に帰って合点の続きをするつもりらしい。今回はお医者さんと協力して孤独病に関する絵本を展示するそうだ。もちろんトルクシーの不思議な冒険と
幻想を導く療法のことも含まれてる。自分の経験をもとにもっと多くの人を助けたいんだって。それはよかった。本当にいい知らせだな。うん。そしてこの絵本を受け取って、夫人からあなたたちに、もし今後誰かが同じような境遇にいたら、これを使って困難を乗り越えてほしいって。え？でもこれは夫人の子供の物語じゃないか。オイラたちに渡していいのかよ。複写本だよ。原本はジュリア夫人のところにある。それは夫人にとってとても意義のあるものだからね。ならよかった。ひひっ。その意義の中にはオイラたちの努力も含まれてそうだな。今回の幻想冒険が本当に役立つとは思わなかったぜ。幻想は所詮幻想なんじゃないかって心配してたけど。アイモン、夫人が何て言っていたか知ってる？夫人はね、トルクシーに王冠をかぶせた時、素敵なこと、つまりお子さんが本当に帰ってきて愛しているよって言ってくれたのが見えたって、そう言っていたよ。そしてその瞬間に子供とお別れができて、自分も癒されたかのように体中に勇気がみなぎるようになったって。え、本当か？え、でもそれは夫人の幻想の一部なんだよな。でも幻想が幻想でしかなくて、幻想の世界が全て偽りだとしたら、どうして人に力を与えられるんだろう。じゃあ何なんだ？童話の世界が現実に降りてきたんだ。その瞬間、美しい童話はほんのわずかな間だけ真実となって現実に影響を及ぼした。きっとそうだ。あなたもそれを見たよね。そんなわけがないだろ。ありえないぞ。もしそれが本当だとしたら奇跡じゃないのか。そう、奇跡が起きたってことなんだ。僕は窮地に陥った人に美しいものや奇跡を目にしてほしいんだ。